ぶっちゃけパドレスが一番きつかったよな。割と真面目にパドレス戦が一番きつくなかったか。負けるかもって本気で思ったのはパドレスだけやな。ドジャースのポストシーズンの戦い見るとパドレスってめっちゃ強かったなって思う。今年のポストシーズンでドジャースが2点以内に抑えられたのは2試合だけ。どちらもダルビッシュが先発した試合。ファン同士が一番バチバチしてたのはパドレスだったような。結果的にパドレスが一番強敵だったってことになるんじゃない。盛り上がりも一番だったよな。パドレスが強かったというか、ドジャースのチーム力が試合を重ねるうちに上がっていった感じもがする。誇張とかではなく、パドレスが一番強かった。ダルビッシュ打てる規制編マチャドタティスジュニア、怖え。パドレス戦が一番緊迫感あった。ダルビッシュの安定感やばかったな。負けなしの山本由伸より打たれたダルビッシュの方が競争に見えた。大谷のホームランなかったら3連敗だったという事実。ここ負けたら敗退ってシチュエーションがパドレス戦でしか起きなかったもんな。メッツにも2敗はしたけど別に追い込まれてはいなかった。個人的に大谷ひいきで見てたからパドレスにはイライラしてたけど、今振り返ってたらパドレスは強いし、ここのキャラも立ってて最高やったな。実際盛り上がりが段違いやし。パドレス戦のヒリヒリを経験したドジャースに雑魚狩りしてただけのヤンキースが勝てるわけない。